幸せでありますように。病気との共存。65歳女性です。一月前、右目眼球が痛み、その後大出血、白目と目の周りをしました。 MRI 検査で眼球の奥に大きな腫瘍があり、それが破れたことが分かりました。悪性のものではないようなので、止血剤を飲んで経過観察をしています。今はまだ痛みやピントずれがあり、これが回復の限界になるかもしれません。腫瘍は手術のリスクを下げてこのまま保存となりそうです。時々、自分はこの状態と共存できるだろうかと不安になります。再発したらなどとも考えてしまいます。どのようにしたらもっと強い心になれるでしょうか。ご教示いただけたら幸いです。これはの人は病気になっちゃうとね、どうしても病気っていうのは面白い現象ではないんだけどね、我々は元に戻りたい、過去に戻りたい気持ちで、風邪ひいたら問題あまり悩まないね。風邪が治りますからね、元に戻りますからね。ちょっとお腹が壊したら、まあその日だけ困ってるんだけど、次の日元に戻りますね。そういう気持ちあるんだから、いくつかの病気に対して気にしない。お医者さんに見せれば、薬局で丸々を買って飲めば、そこに風邪ひいたらすぐ薬局で風邪薬をの買って飲んじゃうとかね。ヘイフィーバー、花粉症になったら、それ花粉症にこれこれなるんだからね、もうお医者さんにも行かないね。薬局ではある。で、元に戻ると思ってるんですね。でも、そうでない病気もありますね。元に戻れるということは不可能って分かると、みんなどん底落ち込むんです。で、がんといった途端みんな落ち込むの、そういうわけで、これ大したことはない、まあすぐこれ焼いちゃえばいいやっていうふうに言っちゃうと喜びます。もう元に戻りましたと。一応手術するんだけど、まあもしかすると細胞があちらこちら逃げてる可能性もありますよと言われると、ものすごく不安になるんです。この質問した方のね、目の病気もね、と同じこと、腫瘍ですから、まあ元に戻れないんですね。だから落ち込むは落ち込むは、キリがなく落ち込むんですね。で、答えはこの世の中で元に戻るということは一切ないんです。あれは人間の錯覚のいいところなんです。23日風邪がひいたら25日で治ったとしましょう。あれは22日に戻ったわけないでしょ。だって22日稼がなかったんだから、23日稼が引いたんです。そこで1日苦労して25はもう治ってるんです。元に戻ってないんです。今は25日だから。そういうことで、まあじわじわと衰えているんだよということを理解しましょうよ。これは何にストップで衰えていく、もう不便になる、もう仕方がないんです。
だから目がおかしくなっちゃうと、その目がね見えなくなる可能性もそれ不便でしょうし、ただ足が弱くなったってもね不便でしょうに、消化能力減っちゃもう減ったらそれも不便でしょう。年取って夜寝られなくなったら不便でしょう。だから悩んでも答えがない、泣いても答えがない、恨んでも答えが出てこない。だったらまあ受け取るしかない。例えば私のそばにあるこのテーブルの色は黒い、私はそれ気に入らないとする、この色は気に入らない、このテーブルは白い色になってほしいと、でいくら泣いてもいくら怒ってもいくら不平不満言っても変わらないでしょうね、テーブルの色は。そうするとテーブルの色を白くなってほしいと不平不満言う人がアホめいところでしょ。本気でなって不平不満言うならば私はすごくそれで悩むでしょ。それは無知なアホな愚かな態度なんです。ああそうか、それだけで答えは、ああそうか。だから時々体の臓器いかれて壊れて機能しないことになりますよ。元に戻れませんね。で若い女性の地球がんが出たとしましょう。で地球そのものを取ってしまう。で誰かのね話も聞いたこともあるんだけど、なんかこれはやりたくないとかね、で気持ち分かるよ、女性だからね、子宮はなくなってほしくないんです。でも当たってはもう意味がないでしょ、もうがん細胞現れちゃったんだから、もう新しい命やでる場所ではなくなっちゃったんです。だからまあ仕方がないね、元に戻れない。それでそこを取ってしまったらバンバンさえがんがなくなった、まあ我が輩は満足、そうでもないんでしょ。体に必要な臓器だからそれ取り出しちゃうとホルモンのバランスが壊れるわ、あれやこれやとかね、またいろんなトラブルが起こる。これが人生です。私の答えは元に戻らない、覚悟しなさい。現状を現実を、あそうかということで、それだけ受け止めるとかね、ありがたく受け止めるとありがたくないんだからね、状況は。落ち着いてください、私は言いません。なんか不安になったり怯えたり、いや嫌だな、これから不満だな、不安だな、当然その通りだからね。特に目は脳にすぐ隣だからね、これが目がおかしくなっちゃってまた感染したりあれやこれやたっちゃうとものすごくやばい、脳の隣だから。まあ耳と目がね脳に一番近いんですけど、耳よりも目が脳に近いんですね。っていうことだからね、まあ肉体持つことがこういうことでね不安なんですね。だから、まあそういうことやと元に戻れないやとね、今もあんまりはっきり見えませんとかね、そういう
状況ね。で私にも緑内障で正直いろいろなところ見えないんだけど、私はそれは一つの楽しみにしてるんですよ。左方を見ると道路で車あるのに見えない。だからぶつかったらどうしようかとか。で何か一人満載で、まあ さらに気をつける。だから昔は片目でパッパッと見たんだけど、今そうじゃなくて首を回してしっかり左と右を見る。2回も子供たちに教えるようなこと、教えたこと大人は絶対実行しないでしょ。一旦止まって左を確かめて右を確かめてまた確かめていくと。今それやってるんです。それでも車にぶつけたと、ぶつけたならばそれを気にしない。まあ見えなかったんだからしょうがないと。だから肉体持っていて生きてるんだから、肉体はどんどん悪化するものであって進化するものではないんですね。その過程を冷静に見る。戦っちゃうとなんかバカバカらしいね。だからこのテーブルの話出したんです。テーブルのこれ白色だったらもっとかっこいいんだけど、仕方がないね、黒色ですからね。戦う必要ないんです。だから全てまとめたら答え、ああそうかと、それだけです。で初期はまだ死んでないんだから、まあいろいろトラブル起こってる早期持ちながら、どう残りの人生生きるのかっていうことで元に戻りませんだけどね。時々いるでしょう、なんかがんが発生して 大腸あれとれとかね。でもうなんか排泄するときできなくなっちゃう、もう手術後。そうするとお腹に穴開けてバッグを持ってるでしょ。でそちらに全部別にそれでいいんじゃない、もうしょうがないもん。一回見たんだけど、この喉のそこら辺でいろいろトラブっちゃうと、喉の手術なんかしちゃうと、うん、こちら穴開けておくんです。呼吸するため。そうするとこの穴で呼吸しているんで、そういうことは喋れなくなっちゃうんで、まああれラリンスって、なんていうのか、この音を出すセクションが働いてるならば、その人は指で穴閉めて何かちょっと喋る。それからまあ指を外しちゃうと、ここからまた呼吸を。時々音が作るあれも壊れてるなら、声帯壊れてるならば、まあ機械あるんですよ。で機械ここら辺に当てて喋るんです。で脳は働くんだから、そこら辺に振動いくんですね。でもここから音で作れない、声帯が機能しないんだから。でも機械当てているんだから、機械は振動を音に入れ替えてくれるんです。でも機械が作る音で本人の音はもう消えちゃったんです。病院でそれどういうふうに使うのかと訓練してあげて、はい、はい、終わりということにするんだから、まあそういうふうに医療技術あるからって言って、この命が退化していることには答えがないんです。声帯のところで、喉のところでがんなんか現れちゃうと、もう
半年で死ぬ予定の人はもう手術して治療して、まあ、もう10年15年あるいは寿命を全うするまで生きられるようにしてあげる。だからで元に戻ったわけじゃない。だからこの人は一生喋れないんです。そういうことだからいろんな病気でかかるんだけどね、なんで不便で困る、それはそういうどうったことはない。不便でしょうしね、困るでしょう、日常生活とはね。これはもう仕方がない、認めるしかない。でも精神的に落ち込む場合はこの元に戻りたいという錯覚なんです。原因はこれは、まあ、捨てましょう。何も元に戻れませんよと。たとえ風邪ひいたにしたっても治りますけど元には戻りませんということで頑張りましょう。